大恵方巻き食べてみるぞ。イエーイ。みっちゃん切る担当して。切る担当オッケー。うわうまい。ほら俺うまい。右手で持ってるやつぐっちょいってるけど。うわー見てこんなすごいな。すげえ。うわ白ご飯の部分お大丈夫。行きました。みんなで作ってみんな食べると美味しいね。うん。うん一人作って一人食べた方が美味しい。うん。わお。こんな大人になってはいけません、皆さん。喉詰まっちゃった。触っとる、触っとる。7個ぐらい。あと7個食えば。本当にやめてくれません。何？どうしたの？はい、4個。やば。おいしいか。うめ。ごちそうさまでーす。うわ、うん、ここ。うい。2個目おいしい。ここに持ったよ。まあもっちゃんにかかってるって言ったし、うん、ちょっとみんなで一緒にやっていこうってチームプレーはどこ行ったの。チームん、え、俺らいつからチームやったの。序盤で言うてましたやん。嘘や、誰が言ったそんな。ほんま4人でチームやな。お前食い方すげえ。ラオちゃんのみたいやろ。うん、山塚みたい。踏み込んでんね。大丈夫これ。俺もう無理な気してきた。うん、でもやっぱ企画考えた人は頑張ってほしいわ、うん、思うよね、うん、でもやっぱしその前にチームだっていうこと。誰が言ったんそれ。あのグッチが言ってました。白誰グッチって。白の服パーカー着たグッチの子が。そんな言ったの。言ったよ。嘘つかれた。うわやめろよお前そういうの。派閥がおった派閥が。え、じゃ俺ら3人はチームで。うん、彼は4人でって言ってました。え、言った言ってないな。言い方あれやけど、うん、カメラ含めて4。うん、やっぱカメラなかったら俺何もできへんやった、うんうんうん、カメラのチームやね。うん、なるほど。そう4対1ってこと実質。4対 1? 対じゃない、4プラス6やというか。6? あと5人誰抱えてんだ、うん、6人分増えるよ、増えるよってこと。増え、お腹いっぱいになってきた。うん、あの、海苔がすごいな。もう我慢ならねえ。お茶飲もう。喉が定期的に詰まる。大食い食べたいな。いや、ほんまに最後カニか。でもこんなに映えるものを食ったの久々やで。うん、でっかい。マジでけえこれ。中の海苔うざい。ほんまにでっけえなこれ。うわ中の海苔が薄くね自分40になってら。うん、こうちゃんと、うん、そんなもん、ほら薄くね。そうやってチームを別れさせるのかやめてくださいよ。あ、俺の分切らんで言うんだ。まだ残ってるし自分で切る人も。うんうん、いや、切ってきますね。切ってあげて、切ってあげて。あ、ほら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 あ、どうね。うん、ごめん。よかったでしょ。これで手間が省けたんですよ。じゃあ俺こっちチームはもういいんだっけ。これ食って終わりやっけ。うん、やんな。なんか言うてますな。こっちチームは確かそうや。この後サンダーバード買えるのか俺。ああ、特に醤油ちょっと美味しい。醤油ごと。はい。なんでさ、俺お茶入れてあげたのに入れてくれ。今入れようと思ったけど、先醤油かなと思って。ほんまか。試しててよ、お前を。また試した試してて。どう試してた。いや、ここで待てるか待てないか。あー、そう。あ、なるほどな。そう、俺の優しさ分かってんのかなっていう。そういうことね。そう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 。ごめん、俺の、ありがとう。やろ、もう俺も試したの分かった、ごめんねこれがチームやで、うん、なるほどね。これ大食いしか聞いたことない。よし、行くぞ。
無理が卵うまっ。1、2、3、4、あーあと2個ずつぐらいかな。無理、え、やばっ。え、全然いける。いや、食べてくださいよ。食べるけど切り分けしますけど。ガーン。あ、ごめん。3、それこれで3。え、それ3、何してんの。切って、うん、で、ここが境界線ね。境界線ってことは仲間じゃないってことやな。うん、仲間こいつやばない。やばい今の、この今はやばいな。やばい、おやったー。マジで俺、いや、俺何も思ってなかった。やった、半分に切って、あとどんぐらいなんかなと思った俺は。やったことやった。マジで引いてんけど今。やったうんうんうん、あった。何境界線って。やば、え、怖っ。ごちそうさまとか言うてて怖い。いや、別に俺そんなの境界線なんか言ってへんよな。うん、俺ら いつも一緒やと思ってた。もういや、なんかこういうとこ急にポンチつけ話しよるやん。もうほんまに怖い。うるさいし声でかいし、うん、太ってるし。最後はしゃあないわな。よし、ね、いや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 、これ切り方ミスりすぎやろ。なんでな、分厚くね。分厚い方が美味しいね。でっか。いや、これ海苔すごいから薄い方がいいね。え、これタイ入ってる。うん、タイあかんかった。うん、タイあかんからタイあかんもう食えへんやろ。今、はっきり、うんうんって言って、うんって言ってたやんな。あ、うんって、止まってしまったんやね。席があったからネギトロ入れすぎやって、ほんで。いや、ネギトロなかったらお前結構しんどいで。うん、卵とキュウリが救い、今。いいで、終わった。いや、味噌汁なくなった。まず何個かあったよ。あと一人食うから。うわ、これ味噌汁深い。味噌汁深いやな、これ、うん、やべ、骨入っとった。え、うせや。うん、な、うせない。ほら、刺さった。うん、刺さってんの今。んどこ、あの、ガリってなって飲み込んだ。食わない戦法やな。な、わざとやつや。酒杯いりますか。フルムシされたぞ今。もちゃん。よし、俺が杯あげるわ。あー、もう結構です。1個しかもらえないね。あげれるよ。え、海鮮丼よりきつくね。うん、海苔や。あ、多分海苔やと思う。やんな、海苔ってこんなきついんや。んで、張り付くねん、天井に。じゃあ、ほんで、味ないやろ、この海苔。味付け海苔やったらいいわ。味付け海苔やったら、ま、無限に食えたな。うん、無限やった。このサイズ、マジ焼き海苔しかないんですよ。ないな。自分で味付ける努力せんかい。そこまでっすか。試してた今。試してた。危ねえ危ねえ。試してた今。危ない危ない。やばくつ。やばいな。うん。じゃあ、ふっと。きついな、これ。きれい。え、今、企画考えるの誰で。やっぱそうなってくるよな。そうそうな。でもさ、多分な、そっちチームより俺らの方が進んでると思う。うん、間違いない。頑張ろうね。ん、怪物。怪物。あ、俺はもう、うん、あ、違う、言葉が見つからんだけ。あー、そうね。よかった。ごめんごめん。なんか、うん、言いたいことあんのかな。なんもない、ね、ごめん、ほんとごめん。全然全然。俺やっぱ、でんからさ、ボカビ。まず別のボカビ言うたな。何してんの自分。切ってるんですよ。なんか口に拒否反応が出てしまうのな。うん、いや、無理って思ったら無理っていいと思うね、俺は。だってもう無理やねんもんな。だから食べれる人が食べたらいいと思うし、なんか一人何個みたいなノルマあるけどさ。これだって食べきれるまで終われまてんな。食べてみたやろ。食べそうや、食べてみるやし。
誰で見る。もう味見で終わってもいいんすよ。もっちゃんはまだ限界突破してへんやろ、うん、やっぱお前はだって牛タン40枚食おうとかやそれいつも引きずりますよね先輩俺中の具だけやったら食えるよ。俺具は無理やな。え、米いける。じゃあ分担する。いや、それはえ、具やろ。具もきつない結構。いや、きついよ今日。このジュクジュクの米と味なしの海苔が無理